安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回お送りする双眼鏡はペンタックスの AD10x25WP という双眼鏡です。よいしょと。これね、ビクセンの確かナローのストラップをつけてますね。ここにね、付属のねストラップはこれじゃなかったと思うんですよ。どんなのついてたのかちょっと覚えてないんですけどね、はい、よいしょと。でね、レンズキャップはね確か、片側にしかついてなかったような気がします。これね、例によってニコンのキャップがね割といいサイズ感でついたのでニコンのキャップを使ってます。ニコンはレンズキャップが安い力説したい感じですね、はい、よいしょっと。この辺については確か価格 .com に書いたような気がするんですけどね、ちょっと覚えてないですね。あれ、これ削った跡があるな。ということはこれもあれか、自分で用意したのかな。あれ、レンズキャップついてたっけか、ついてなかったっけか。あれ、まあいいや、なんか跡がついちゃってます。ちょっと拭きますよし、と拭き拭きします。ちょっとね、写りが悪いくなっちゃうんですかね。あ、取れないですね。後でこれクレポリメイトかなんかであれしてかないとダメですね。撮影中なのでこんなもんでします。はい、あれ、レンズキャップついてなかったのかな。まあいいや、よいしょ。じゃあレンズコーティング早速見ましょうもね。よいしょ、こんな感じで。フルマルチですね。完全にフルマルチな感じですね。はい、本体がいきます。で、ガンレンズもまあこの径の割にはそこそこ大きくていい感じですよね、はい、こんな感じです。ちょっと変わってるのはこのストラップ取り付け位置ですよね。この基板のとこからこうストラップのホールが生えてるというね。ホール、フック、どっちだろう。ピントリングがちょっとね、あれだな。ちょっと白っぽくなってる。あんま使ってなかったもんだから。でね、ちょっとね、重めですね。ピントリングはやっぱちょっと重め。で、よいしょ。このね、滑り止めは割と立ってるのでそこまで使いづらいって感じではないんですけど、ちょっと重めかな、はい、で、アイカップの伸び方は、段なしの1段ですね。ここまで伸びます、ここまで伸びますね。繰り出し量はかなり多いですね。というのもこの双眼鏡アイレリーフが20ミリありますので、これぐらい伸びないとね、ちゃんと使えないということでしょう。ついでにアイカップ見ましょうね。アイカップの形状はこんな感じ。段差はまあまあ少なめな方かな。そこそこな感じですね。ひどく段差があるという感じではないです。ちょっとメガネをかけて覗いてみます。よいしょ、OK、まあ当たり前ですけど、余裕で見えますよね当たり前ですけど、もちろん余裕、メガネで余裕めちゃくちゃありますよね。裸眼ではどうかな結構前だから伸びてたな、まあ普通にまぶたに触れさせる感じですかね、
うん、まあ普通に使います。はい、よいしょと。スペック読んでなかったのでスペック読みます。とね、一応ね、お値段は 17,000円税別って書いてありますね。ダハプリズムフルマルチコート、透過率アップコーティング、なんか最新の精膜技術による新コーティングを採用ってことで、透過率をね向上させてるそうです。嘘か本当か分かんないですけどね。でフェーズコートで、プリズムね造反射コートはアルミのようです。アルミってわざわざ書かないといけないんですかね。アルミでも特殊なアルミの造反射はあるってことですかね。ニコンのやつだとあのアルミ2種類ありましたよね確かね。日本のあの基礎知識のやつね、大リリーフ、ロングアイリリーフ、防水、ラバーコート、窒素ガス封入、回転スライド式目当て、目当てですね。確かあのニコンのあのね昔ね、あの銀塩のねフィルム式の一眼レフ持ってましたけど、今もどっかにありますけど、あれ接眼目当てって言いますよね、あのアイカップね。うん、なんか久しぶりに久しぶりに聞いたような気がしますね。10倍 25mm で実視界が5度、アイレリーフが 20mm、 最短合焦距離 3m、ね、重さ 300g ということで、外局主査どうかな、視界狭いせいかそんなに歪曲しぐさ感じないですね。でね、やっぱりあのこの双眼鏡ね、8倍の方は21ミリだったかな。その代わりに8倍の方はあんまり視界が広くないんですよね。 5. 何度なんですよね。なので覗いた時におそらく面白くないだろうと思って、これは8倍モデルではなく10倍モデルの方を私は買いました。買ったのはね、確かペンタックスのアウトレットで買ったような気がしますね、はい。で、コンパクト双眼鏡で、今だと1万円超えちゃうと思うんですけど、まあ、そこそこの低価格で、アイレリーフ20ミリ超え、まあ20ミリ、これね。というのは、これ以外に私はちょっと思いつきません。でね、昨今ね、何が流行ってるせいで、コンサートとかでね、フェイスシールド、お面みたいのをつけて、ね、感染しないといけないっていう人も多いと思うんですが、なんとか、アイレリーフが、短い双眼鏡はね、おそらく全滅だと思うんですよ、あんなのつけたらね。で、コンパクト双眼鏡の中でここまで長いのは多分これぐらいのもんだと思うので、ね、コンサートを行く人でフェイスシールドをね使わなきゃいけないという人は、一応この双眼鏡は選択肢に入れてもいいんじゃないのかなというふうに個人的には思います。覗いた感じ個人的にはね不満ないです。もちろんあのね10倍25ということでね、瞳径 2.5 ミリは個人的にはギリギリ使える限界のところ、使えるっていうのは日常的に使う双眼鏡としての合格ラインギリギリなんですけど、それを除けばね、私には十分な双眼鏡です。で、あとちょっと気に入らない点、ペンタックスどうもね、このねラバー外装の質感がねこうペタペタするというのかな、なんかゴムゴムしい感じが個人的にはあんまり好きじゃないんですよね、はい。あとね、この二軸式なので、これ折れるやつね、こうね、こう折れるやつね、なのでストラップをどこに取り付けるのかっていうのはなかなか難しい問題なんですが、ここに取り付けたことによって個人的にはハーネスがねこれ使えないんですよ。
ハーネスってこの左右にこう引っ張る、軽く引っ張る形になるので、ここだとね、こう引っ張りようがないんです。うん。なのでそこがね、ちょっと個人的には使い勝手を悪くしているところですね。うん。反面ね、普通のストラップで首からするんだったら、これなかなかいいポジションじゃないかなって個人的には思います。覗くときに顔にこれがね、紐が当たりやすいので、ちょっとこう押さえたりなんかしてね、こうね、使うときにこうね、ワンポイントで、なんか工夫した方が覗きやすいかもしれないですけどね。はい。はい、ということで、うん。比較的安価な双眼鏡、1万円強を安価と言っていいのかちょっと微妙なんですが、個人的にはね、まあ、世間的にはまあまあ安い方の双眼鏡だと思うんですよ、ね、比較的安価な双眼鏡の中で、うん、アイレリーフが特に長いという双眼鏡ということで、うん、必要な人は注目するべき一台だと思います、はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。